この戦闘により大破したザクが回収され、そのパイロットコズングラハムはホワイトベースの捕虜となった。捕虜の扱いは南極条約にのっとってくれるんだろうな。一方、無断出撃の罪により独房入りを命じられたセーラは、兄キャスバルの消息を探りたい一心から捕虜コズンに接触する。赤い彗星って何者ですか？ああ、シャー・アズナブルってのが本名だけどね。オタクらがガルマザビをやった時、奴は守りきれなかったってんで失脚したって話だ。そんな中、ホワイトベースは進路上にジオンの鉱山基地を捕捉、正面突破を試みようとしていた。その混乱に乗じて独房からの脱走を図るコズンは、お前ジオンの人間だな、一緒に逃げるんなら連れて行ってやってもいいんだぞ。勘違いなさっているようね。脱走するのなら人を呼びますよ。赤外線スコープ最大望遠、アムロ、ガンダムを発進位置へ前進させろ。敵の基地へ攻撃をかける。アムロ脱走。リュウ、どこにいる？セーラが教えてくれた。捕虜が脱走した。何？セーラに捕虜を探させます。俺はガンタンクで。ガンタンクが出動した。やむを得ん、捕虜の発見を急げ。場合によっては射殺するのもやむを得まい。ブライト、ありがとう。何としてでも探し出します。なんて合わせにくいんだこいつは。来た、ムスタングズ、ムスタングズ、こちらコズ、木馬より発進。第二通信室に誰かいますか？何？そんなはずはない。通信回路作動しています。通信のマスター回路を切れ。このブライト、どの程度の情報が漏れたと思って？わからん。正面の敵もそうだけど、これであのランバラルのギャロップを呼び込んだようなものね。よし、いいぞ。敵の基地を黙らせるのも時間の問題だ。どういうつもりだ？戦略的に大した意味もないこんな鉱山に攻撃するとは。ショイ、ランバラルのギャロップが応援してくれるそうです。ランバラル、おお、ガルマのアナウンス部隊か。見えてきたぞ、言葉で。言ってくる。今度こそという言葉はあまり使いたくない。コズンが脱出できたら救助してやる。もちろんです、アナ。七号砲よりトップ編隊出現、総数不明です。何？このガンタンクの性能ならトップなんか。
バとタンクモドキか。ミュールだな。白いやつがいないのが気になるが、援護するぞ。予期せぬ敵の反撃に撤退を余儀なくされたアムロ。ブライトの叱責が彼の心に小さくはないわだかまりを生んでいく。兵士には作戦全体を見通すことができるわけないんだ。命令は絶対に守れ。軍規違反だ。わかりますが、僕ら軍人なんですか。ブライトはそんなアムロをガンダムから降ろす決意を未来に告げる。ニュータイプは人の核心だって言うわ。アムロにその兆しがあるんだったら、奴の行動を認めたら、奴は自分を特別の人間だと思って増長するだけだ。未来、賛成してもらいたいな。二人の会話を偶然聞いてしまうアムロ。自分を認めてもらえない苛立ちがアムロを突き動かす。ブライトさんとミライさんが僕は不必要だって言うんだ。だから船から降りるんだ。アムロ、ちょっと止めるな。一人ホワイトベースを飛び出したアムロは、ジオン軍マクベイ大佐の管理する鉱物資源採掘基地を発見。ブライトへの意地から単独での基地攻撃を敢行する。これだな。レヴィル将軍がオデッサデーで戦おうというジオン軍の鉱山。灼熱のアッザムリーダー。ミノフスキ粒子がやけに濃いぞ。レーダーを当てにできないか。やってやるさ。敵機接近、形式不明、確保さ、迎撃態勢、撃て。砲台の射程範囲に入るわけにはいかない。部活の飛び込みと集中砲火を浴びるぞ。どうする。何事です。技師です。こっちだ。マズラ作戦、迎撃態勢。ザークはどうなっているか。ザークを出せ。準備を急ぐ。マクロ、モビルスーツを前もって発見できなかった失敗、許しがたい。必死ですな。アッザムの性能テストには良い機会です。お前がやってみせよ。は、必死です。必ず。
データより性能ははるかにいいらしいな。マクベ、用心してかかれ。はっ。ホワイトベースはアムロが破壊した鉱物資源採掘基地にたどり着いていた。しかしすでにアムロの姿はなかった。ガンダム一機でやったんでしょうか。でもここはメインベースではないわ。その頃砂漠をさまようアムロはソドンの町でくしくも敵将ランバラルとそのパートナークラウレ・ハモンに出会う。一方アムロの捜索に出たフラウはランバラルの部下に見咎められ図らずもアムロと再会する。フラウ、その子、この子のガールフレンドですって。動揺するアムロの瞳の奥をラルの鋭い視線がいる。いい目をしているな。それに度胸もいい。ますます気に入ったよ。連邦軍兵士と知りつつもアムロらを見逃すランバラル。しかしアムロは頑なに船へ戻ることを拒否する。一方ランバラルは、後をつけろゼイガン。この近くにいる連邦軍となれば木馬ぐらいしかおらんはずだ。来たか。ゼイガンから暗号です。風はすぐ吹く。木馬が発見できたようです。よし、出撃準備にかかれ。ザクニア・クラッカー、ミサイルポッドを。ランバラル特攻。
ガンダム。しかしこちらとてまだまだ操縦系統がやられたわけではない。来た。僕らを助けたのはホワイトベースのポイントを知るためだったのか。まさかな。時代が変わったようだな。坊やみたいなのがパイロットとは。